ほらほら、よそ見してたら危ないわよ。やっ、遅い遅い。任せなさい。やっ、遅い遅い。やっ、行くわよ。ま、ざっとこんなものね。もう敵の気配はないよね。メルルちゃん、大丈夫かしら。メルルちゃん、もしかしてどこかに深手を。あ、違います違います、全然平気です。本当に？急に黙り込んだら心配するじゃない。ごめんなさい、ちょっと見とれてしまって。見とれたって、私に？それがお世辞のつもりなら、メルルちゃん結構性格悪いのね。お世辞だなんてそんなつもりは。だってエスティさんものすごく強かったから、てっきりルーフェスみたいなお仕事が専門の人だとばかり思ってて。そんなに驚くことじゃないわよ。これくらいアーランドの騎士なら当然よ。もう騎士はいないけどね。基本的なお仕事はメルルちゃんの言う通りなんだけどね。それこれで昔はアーランドのお城で依頼の窓口で受付長してたこともあるんだから。受付のお姉さんがその辺の戦士や冒険者さんよりも強いって、ちょっとアードズじゃ考えられないです。少しは見直してくれたかしら。私ステルク君の先輩なのよ。それにほら、上司っていうかおそばに仕えてるのがあの人でしょ。あの人ってジオ王子様ですよね。そうそう、ジオ様ってばどんな危ないところでも平気で突っ込んでいっちゃうから。お月の身としてもそれなりに腕がないと務まらないってわけ。おかげで筋肉ばかりついちゃって嫌になっちゃう。そんな、ちょっとお昼を食べ過ぎたみたいに言われても。アーランドの人はみんなそんなに強いんですか？そうね、言われてみれば強いかもね。でも私はステルク君だっていきなり強くなったわけじゃないのよ。メルルちゃんだってこうして冒険の経験を積んでいくうちに強く。そうでしょうか。私も足手まといにはならないようにしたいとは思ってるんですけど。自信を持ちなさい。さっきの戦いだってそう悪くはなかったわ。磨けば光るタイプなんじゃない？そんな実感全然ないんですけど、エスティさんがそう言ってくれるなら頑張ってみます。そうそう、誰でも最初は生まれたてのひな鳥と一緒なんだから、精一杯頑張りなさいよ。と、堅苦しいお説教なんて私の柄じゃないわよね。よそ見してたら危ないわよ。やっ、行くわよ。たっ、遅い遅い。えっ、たっ。ま、当然の結果よね。
れちゃおう。えいっ、行くわよ。ターン。わっ、うっ、遅い遅い。やあ、ターン。まあ当然の結果よね。してたら危ないわよ。よし、それ。チャンスよ。私に任せなさい。さあ、これじゃ準備運動にはならないわ。この先に森があるみたい。森から川が流れているし、それにしても綺麗な水。こんな場所があったんだ。帰ったらルーフェスに詳しく聞いてみよう。危ないわよ。
チよ。私がチャンスです。力を引き出すよ。いっけー、いくわよ。あっ、私の時間よ。それじゃあ、
ったね。あら、姫様。私はルーフェスさんから伝言を預かってきたんです。見ての通り仕事で寄ったんだよ。兵士の方でもアーランドのギルドと連携して任務をこなしてるんだ。へえ、二人ともお疲れ様。あと、私もお仕事見に来たんだった。はいはい、今リストを出すわね。メルルちゃんとケイナちゃん、どっちが本命なの？はあ？何言ってんだよ、フィリーさん。だって、このメンバーだったら三角関係が成立しちゃうじゃない。あの、そういうのじゃないですよ。私たちただの幼馴染ですし。そこからややこしい関係に発展することもあるから難しいんじゃない。ある日メルルちゃんはケイナちゃんにこう言うの。ダイアス君のことどう思っているかって。でケイナちゃんはこう答えるの。別にただの幼馴染ですよ。嘘、ケイナがダイアス君を見る目、幼馴染のものじゃない、私にはわかる。メルル、どうしてそんなにムキになるの？メルルちゃんもダイアス君のこと。やめてくれ、二人とも。俺のことで喧嘩をするな。俺は二人に笑顔でいてほしいんだ。ダイアス君は黙ってて。私、本当はケイナのことだ。そんな、私たち女の子同士じゃないですか。何一人で盛り上がってんだ、バカバカしい。さあ、フィリーさんの趣味は私たちには理解できないところがあるから、ほっとくのが一番だよ。そうだな、落ち着くまでちょっと離れとこうぜ。でも、先がちょっと気になる気もしますけど。うんうん、ケイナもそう思うよね。ケイナ、どうしちゃったの？いえ、おかしな意味じゃなくて、あくまでお話としてですよ。ああ、なるほど、そういうことか。それならいいんだけど。そしてメルルちゃんとケイナちゃんは二人で手を取り合って愛の逃避行を続けるの。ああ、なんて素晴らしいの。これは相当重症っぽいね。熱が冷めてからまた来よう。
いつでいいんだな。よっしゃ。よく来たな。貴重な素材を。これでいいんだな。これでいいんだな。なんだ、もう帰るのか？そういえばこの前、綺麗な水が流れている森を見つけたんだけど。それはクエレの森のことですね。飲み水にも転用できる良質の水をたたえた区域です。しかし同時に大雨が降った時には洪水被害の発生も懸念されています。我が国としては問題を解決して水資源を活用したいところではありますが。じゃあ次のお仕事はそこにしよう。錬金術を使って洪水を防いだり、水を引いて使えるようにできるかも。具体的な計画はすでに用意しております。しかしあくまで治水が開発目標です。水質に悪影響が出ないようにご注意ください。なるほど。姫様、了解。あら、トトリまたいないの？いらっしゃいミミさん。そうなんです、ちょっと出かけてまして、すぐ帰ってくるとは思うんですけど。そう、まったく、あの子は本当にタイミングが悪いわね。そういえばこの間も先生のこと気にしてましたよね。アーランドではお友達だったんですか？
私とトトリが？別に違うわよ。あの子がどう思ってるのかわからないけど、私は違うから。言ってみれば顔見知り？それとも腐れ縁ってどこかしら。友達っていうほどの関係じゃないわね。そうなんですか？この間ミミさんが帰った後に先生にお話ししたら、先生とっても喜んでましたよ。またミミちゃんとお話ができるって。それ本当？はい、その後もミミさんのことを楽しそうにお話ししてたから、ずっとお友達だったのかなって。あの子誰とでもそうやって友達扱いするところあるから、こっちとしては困ることもあるんだけど。それでトトリは私のことなんて？あくまで勝手なことを言ってないかどうか確かめる意味で聞いてるのよ。すぐにお客さんが来ちゃったんで詳しいことはまだ聞いてないんです。シュバルツラング家のお嬢様で、カメオを高めるために冒険者になったってことでいいんですよね？ええ、それはその通りだわ。え、それだけなの？勝手に親友だとか大切なお友達だとか言ってなかった？特には。あら、そう、がっかり。じゃなくて、よかったわ、勝手なこと言われてなかったみたいで。もしかしてアールズに来たのも亀をあげるためなんですか？そうね、向こうでできることは大体やり尽くしちゃったのよね。そんな時にアールズの開拓事業の話を聞いたのよ。これは乗るしかないって思ってね。亀のためにそこまで考えてるなんてすごいですね。尊敬しちゃいます。あら、さすがに王族の姫君は人を見る目があるよね。まあとにかくこれからはこっちでバンバン活躍するつもりだから。はい、こちらこそ。あと、そうだ、思い出した。もうミミちゃんがメドルちゃんと一緒にいてくれるなら私も安心だよって。トトリがそんなことを？そう、そういうことならもっと頼ってくれてもいいわよ。トトリとはお互い顔見知りなわけだし、メルル姫を助けることでトトリに恩が売れるなら、それはそれで別に悪いことじゃないし。やっぱりトトリ先生とお友達なんじゃないですか？だから違うってば。あくまでついでよ、ついで。そこのところ勘違いしないでよね。
しできた。どの特性をつけよう。ゴムは調合中です。仕事な、ど、あ、何を作ってもらおうかな。どんな感じ。よし、
オッケー。よーし、できた。わあ、新しい特性ができちゃったよ。こいつでいいんだな。